さて始めましょうか。エニグマティス、エニグマティス、メープルクリークの悪魔、続きです。どこまで来たのかなーって、はいはいはい。所持品、ろうそく3個。これどこで使うんだったっけ？あのみあるし。ここだったかな？ここ。全く違うな。のみー。のみー。ああ、マップが把握されてない。こっちだ。下に降りれるようになってたんだっけ？ここにあったんだ。これだ。これなんだらほい。なんじゃらほい。さらにわからんものが。のみ？のみで壊すというわけではないよな。鍵がいるっつうてたもんな。そもそもゼンマイはどこに使うんだ。こうやってるうちに物探しが始まるっていう感じなのかな。ここ結構この頃のって結構なんやかんや言いながら、ミニゲームより物探しが多いですもんね、この時代。あ、こんなところにメープルクリックで姿が消えた。30年前に。うん、言ってた。さっき、ご遺体を発見した方ではないかと。あ、違うの？うん、エミリー・スミスさんだろ？ああ、証拠。証拠。被害者。ん？ハミルトン。あ、はいはいはい。やはりこの書類はハミルトン探偵のものに違いないわ。そして彼もメープルクリークで姿を消した女性を追っていた。はい、彼の書類から一連の失踪事件の真相がつかめるかもしれない。そして手遅れになる前にケイトを発見すること。はい、おーい、これは終わったというのはいいけども私、どこに行けばよろしいんでしょうか。のみ持って、とか、うろちょろするだけなんですけど、のみ使えるとこありませんでしたでしょうか。あ、違った。これ、拾えないの？拾えるよね。のみ？ん？のみ？違うな。ろうそくがないとダメだな。こっち。これ拾えそうなのにな。なんで拾えないんだろう。あ、拾えたじゃん。うん。ここ。ここ、これか。あ、もう一個ろうそくあった。あともう一個。ろうそくどっか落ちてませんか？ろうそくどっか落ちてませんか。ないな。ろうそく、ね、あなた方ろうそく、ろうそく知りませんか。ろうそく無理だなこりゃ。何かが終われば、これも拾えそうなるな。酸が取れるけど、そういったものでもないと。困ったなぁ。見晴らし台行っても、これも拾えるんじゃない？こんなところに雑巾が。いや、これ洗えってか。よいしょ。
ほい、綺麗な雑巾になった。あ、水止めようね。はい。で、見晴らし台の上に上がって、これを拭く。あ、先に洗剤。洗剤までいるの？嘘だろう、冗談だろう。洗剤とかどこにあるんだ？もう一回バスルームかな？違う。バスルーム。ここら辺に洗剤はない。これ。あの石鹸使った後じゃ、手を。はいはい。洗剤はないの？洗剤。洗剤は、どこ？うん、また落ちた。あ、こんなところに証拠が。おかしい、鳴り続ける鐘と群衆の前に立つ一人の男、それにこの奇妙なクラッパー。クラッパーって何？証拠だ。鐘？ほい。あの鐘が何らかの媒体となってメープルクリークの人々を操っているようだわ。人を夢中にさせ、そして邪悪の祈りを捧げるために人々を教会に呼び出している。彼らを解放するにはあの鐘を止めるしかない。はい、OK でーす。タスクは完了したので、どこかで、物探しが始まってませんか。前回はどこかここかで物探しが始まっていたのに、今回は何もないですな。あの鐘を止めるしかないって言われたって、洗剤ないし、うん、人形のあまり関係ないんだよな。物探しが始まっているわけでもないし、ああ、こんなところで物探しが始まっていた。ああ、よかった。ナンバープレート、剪定バサミ、赤ぶどう、双眼鏡、ガーデンノーム、懐中電灯、コウモリ、南京錠、錠剤のシート、ベレー帽、ロープ、財布、金物ものに弱いな。ベレー帽だろ、双眼鏡、ぶどうちゃん、剪定バサミ、コウモリ、ナンバープレート、コウモリ、ロープ、双眼鏡、南京錠、パトロック、双眼鏡、ガーデンノーム、錠剤のシート、コウモリ、懐中時計、あいよいよ、何歩言ったって記憶には
入らない。記憶にとどまらない。赤い中時計、コウモリ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 、錠剤のシート、錠剤のシート、あった。オッケー、ロープだ、ロープだ、ロープだ。あ、こっち、あ、違う、ここで、これの、お、ここも物探しが始まっている。やった。手にはめる、手にはめるもの、手袋か指輪、腕輪、じょうろ、ポンプ、和紙、フライ返し、ハエたたき、扇風機、ラッパ、は、ラッパ覚えてるで、ハエたたきも覚えてるで、フライ返し、じょうろ、じょうろ、ちりとり、ちりとり、じょうろ、ポンプ、鍵、葉っぱ、シルクハットあるぞ。手にはめるもの、足に履くもの、これも足に履くもの、手にはめるもの、ちりとり、違う、手にはめるものはちりとりじゃないよ。扇風機、おい、ポンプ、ポンプ、ボーリングの玉、手にはめるものじゃないか。グローブ、あ、手袋、ポンプ、手にはめるものと書いた理由が分かったな。そんなとこ一緒にしなくたっていいじゃない。グローブと手袋って書けばいいとに。和紙、ポンプ、ビーズ、和紙、ビーズ、和紙、和紙、和紙、ポンプ、あった。オッケー、鍵、錆びた鍵。お、裏口へ行ける。裏、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 裏。多分、ハミルソンさん家に行けるはず。早くそっちに行かせてくれ。ロケーションが開かないと、どうにもこうにもならんしょう。OK、OK。開いて。今の誰だったら、誰かここ開けるの待ってたよな。お、ハミルトンさん家だ。物探しだ。コーヒー豆引き。コーヒーミルのことね。はい。ネクタイ、リンゴ、靴下、ラグレンチ、ペンチ、テープ、歯車、シャベル、ランプ、カメラ、蹄鉄。頭入らんな。読み上げる意味がほぼない、私。なんだっけ。テープ、カメラ、歯車、あ、シャベル、シャベル、シャベル。これ違うの？シャベルじゃないの？これ。スコップ。これをスコップ。あ、スペード。スペードのことか。ネクタイ、ペンチ。扇風機は違うな。あ、コーヒーミル。懐中電灯はなかったのか。リンゴ、テープ、ハケもないな。パッドロックもない、メガネもない。これリンゴ、あ、これ何、テープ、テープ、お、リンゴ、靴下、靴下とかネクタイとか、ほう。
靴下、ネクタイ、あった！嘘だろう。これが見当たらなかったんだ。スペードだ。開かない、出払っているのね。開かないじゃ困るじゃん。少しだけ隙間がある。あ、先の細いペンのみ。はい、開いた。窓から侵入します。お邪魔します。ほぼ泥棒です。何でしょう？うわ、これまた難しそうなパズルだな。どうしましょう。今日はやりたくないな。うん。ここから、これから軽食でも食べようとしていたのかしら。ほう。これは？のみ。お、あー、開いてしまった。ガラスピース。おー、やりたくないがやらざるを得んだろうか。いうことみたいだね。はい、開きました。開いたはず。あ、これか。そっか。あ、順番を間違えた。はーい。1、2。1、2、3、4。これはこういうことか。開いたー。お、JS コリンズ。お、なんか入ってる。あ、ルーン文字と暗証番号。試験管。あ、もうこれで終わりか。試験管か。スペードと、試験管。あ、はあ、はあ、はあ。他はもう何もないのね。すいません、ちょっと、泥棒していきます。試験管1個、ください。よろしく。他何もないのね。こっちはもう何も、あ、田舎道を進む。あ、なんかあった。だから、ここに物を置くなって。古くて壊れそうなフェンスがこの風景に見事にマッチしてるわね。マッチしなくてもいい。ロープはしっかり巻きついている。切るものはない。というか、洗剤ください、洗剤。あ、なんかいる。あ、ワンちゃん。いい考えとは言えないわ。あのワンちゃんは噛みつきそうよ。餌
をあげればいいのね。農場の裏へ。なんかすごい不気味なとこ来ました。何でしょう。土をどかすのはこれ。もう一回、はい、もう一回おお、地図のようですね。地図だ。子供が描いた古い地図。子供の空想、それともこの場所は現実に存在するのか。はい。はい、証拠ができたみたいです。ルーンが書かれた紙切れ。金のスケッチに描かれたものと似ている。貴重な暗号かもしれない。重要な暗号かもしれない。誰が貴重なんだ。私にとっては貴重なんだよ。紙切れの他の部分を見つけるまではわからない。見つけたい。ルーンの暗号。 OK。 地図。これには牧師の隠れ家。地図。像が描かれてある。うん、この写真の岩にそっくり。ここが待ち合わせの場所ね。見晴らし台の望遠鏡を使えば像の場所と行き方がわかるかもしれない。 OK。 OK。 そういえばあの家はハミルトンさん家じゃなかったの。何があるの。おお、なんか出てきたぞ。ナイフが箱と蓋の両方に挟まれている。のみもうなかったっけ。ないな。象がいる。ここはもう何もないのね。思い出したわ。前にもここに来たことがある。どこやん。ここじゃないのね。謎めいた場所。これはここで、で他はなしと。農場の方へ戻っても犬がいるからその先には進めない。田舎道に戻る。これは切るものがないとダメ。所持品。切るものはない。あ、物探しだ。ペンキブラシにハンマー、メガネ、定規、キュースティック、アイロン、水筒、釘、ブリーフケース、トカゲ、羽、馬。ここ何も記憶がないんだよな。ハケ、ハンマー、メガネは覚えてる。定規とか、釘、馬。これ釘じゃない。釘だった。よかった。馬。ああ、ハンマー。ペンキブラシはもう一つあるんだ。あ、全然わからん。夜間ない。夜間はない。アイロンだ。アイロン。これアイロン。あ、水筒か。アイロンあった。トカゲとか全然見えてないよな。馬あった。羽。ブリーフケース。ブリーフケース。キュースティック。ビリヤードスティックのことかな。トカゲ。リザードくん。
定規、あ、定規あった。トカゲ、ペンキブラシ。ブラシあった。あとトカゲか。あとトカゲちゃん、トカゲちゃん。あ、トカゲ見つけた。はい、あ、ガラスクリーナー。やったー。ということで、今日はこの辺りにしようと思います。なかなか、ここまでロケーションが広がるとは思わなかったんですけど、まだ、牧師にはたどり着きそうにないので。というか、ハミルトンにもまだ会えてないんですよね。まあ、証拠集まってきたので、まあ、犯人を追い詰めるのも、もうすぐだとは思いますが、今日はもうこの辺りにしようと思います。それでは、また。